こんにちは、レトスノーノです。4月15日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。運命が決まるのはあなたが決断する瞬間だ。世界ナンバーワンコーチと言われているアンソニー・ロビンズさんの言葉です。理解学習をしないと宅建合格するのは難しいです。頭の中では分かっていても実践するのは本当に難しいです。長い方だとこのメルマガを読み始めて3年以上という方もいると思います。それでも実践できないのが理解学習なんですね。その原因は慣れにあるんですよ。これまで丸暗記学習をし続けている方っていうのは丸暗記学習から抜け出せません。なぜなら丸暗記学習に慣れているから丸暗記学習が楽なんですね。また丸暗記学習はとにかく覚えることに重点を置いて考えることをしないので楽なんですね。そして勉強することで勉強したという満足感を得られます。その結果実力が上がっているのではないかと錯覚してしまいます。そして試験を迎えて結果は不合格。毎年多くの方がこのパターンに陥っています。決断すべきは本気で理解学習を実践することです。もちろん理解学習を独学で行うには時間がかかります。しかし理解学習を続けていれば独学でも2年ほどで合格はできるはずです。もし今年の合格を望んでいるのであればぜひ私にお任せください。今からでも今年の合格に導きます。この決断が合格への近道となることをお約束いたします。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。それでは問題に入ります。 A が建設業者 B との間で建築の請負契約を締結した。工事完成後建物に瑕疵があり目的を達成することができなかったとしても注文者 A は契約を解除することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。原則注文者が相当期間を定めて瑕疵がないように催告をして、でその期間内に瑕疵を直すことができなければ契約解除することができます。例えば注文者が居住用目的、住むことを目的として、建物の建築を依頼しました。建築業者に依頼しました。その場合完成した建物が傾いていて住むことができないとなるとこの注文者困りますよね。そのためもし一定期間内に住めるようにしてくださいっていうふうに期間、相当期間を定めて住めるようにもししなかったのであれば、つまり傾いた建物を直すことができないというのであれば注文者は契約解除することができるということです。で、問いにですね、重要事項説明です。建物の貸借の売買において水道電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合売買した宅建業者は宅建業法に違反する丸か×かという問題ですね。答えは丸です。宅建業法違反です。35条書面の、記載事項は苦手な方が非常に多いんですね。でも理解していけば答えは導けるようになります。で、今回はそれを、体験していただきたいと思います。飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備、これの整備の状況っていうのはライフラインに関する内容ですよね。これは宅地建物の売買、交換、あと貸借、すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっております。そしてこれらの設備が整備されていない場合においてはその整備の見通し及び整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。この点についてちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物、これにですね排水設備がついていなかったらどうしますか。まあ、排水設備がついていないってことなんで、まあ、下水道とかがないということです。そうなってくるとお手洗いとかこれ水流せないんですね。で、そうすると、まあ、庭に掘って埋めると、まあ、それしかないんですよ。で、こうなってくると困りますよね。だから借りる前に重要事項として説明が必要だということです。で、これは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのではこれ困りますよね。だから売買であったとしても貸借であったとしても全てにおいてこれは説明しなければいけないんだということです。
まあ、理由が分かれば答えって導けるんですよね。で、個別指導ではこんな感じで理解をしながら学習ができるから実力が上がるということです。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄ですね。概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問3ですね。農業者が市街化調整区域内の耕作しておらず、有給化している事故の農地を、事故の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。4条許可必要です。原則農業者が自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。で、今回はこの原則に当たるので、×になるということなんですね。で、これには例外があって、農地が市街化区域に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、4条許可までは必要ないんですね。今回は、市街化調整区域なんですよ。市街化区域ではないんですね。なので、例外には当てはまらず、原則通り4条許可が必要だということです。で、この点についても理解してほしいんですね。なので、どうやって理解するかについては、個別指導で解説させていただきます。宅建の勉強していて、難しいな、何言ってんのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社ルトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社ルトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。